どうもおはようございます。今日は、赤から鍋、5番を最速で作るお料理教室でございます。それではよろしくお願いします。まず材料は赤からのスープで、ウインナーと、白菜で、焼肉の叙々苑のタレでございます。あと、ごめんなさい。あと、お水、お椀のお水、一杯、これぐらいで一杯半ぐらいです。まあ、二杯でもいいですよ。で、あと、薄揚げやわ。ちょっと待ってくださいね。薄揚げと、薄揚げ、これほら、もう分割されてるやつ。薄揚げと、鶏肉でございます。鶏肉も、最初、もう、このパーンって入れます。で、ちょっと待ってくださいね。もう準備するんで、もうそのまま最速でやるんで、いきますよ。最速やからね。用意ドンって言ったら、最速でやりますからね。あと、ニンニクのチューブも、ちょっと入れます。いきます。これをまとめて一気にいきますからね。それでは、用意ドン。はい、スープ。よいしょ。鍋のスープを入れます。はい、捨てます。で、豚肉を、豚肉じゃ、嘘、鶏肉を入れます。鶏肉は一番ね、煮えるのが遅いので。で、次は、もう白菜をいきます。最初はちょっと芯近いところもう切ります。よいしょ、よいしょ。はい、よいしょ。これも入れます。で、ウインナーも入れます。全部ね、もう誰でもみんなできるようにね。誰でもみんなできるように。はい。で、最後に、薄揚げ入れます。もうこれだけでも山盛りになってるんで、もうこんな状態でしょ。こんな状態やけども沈んでいくから大丈夫。で、ニンニクのチューブすごい入れてるでしょ。結構入れても大丈夫やから。で、ちょっと軽く振って、叙々苑の焼肉のタレ、よいしょ。で、そっから、水1杯半です。はい、こんな感じです。はい、完成しました。はい、これが赤から鍋です。はい、あとは、蓋を入れて、炊くだけです。はい、もうこれだけです。それでは、出来上がったらまた赤から鍋を食べるだけの動画を流します。ご視聴ありがとうございます。お疲れ様でございます。さよなら、さよなら、さよなら。